少年たちアントン・チェーホフ・人材清志役「ボロージャが帰ってきた!」と誰かが表で叫んだ「ボロージャちゃんがおつきになりましたよ!」と食堂へ駆け込みながらナターリアが叫んだ「ああよかった」「かわいいボロージャの帰りを」 今か今かとまっていたコロ両ョ家の人々はみんな割れがちに窓辺へ駆け寄った車寄せのところに幅の広いそりが止まっている三頭立ての白い馬からは濃い霧が立ち上っていたそりは空っぽだったというのは早くもボロージャが玄関先に降り立って赤くかじかんだ指先で ズキンをほどきにかかかっていたからだ彼の中学生用の街灯も帽子もオーバーシューズもこめかみに垂れ下がった髪の毛もすっかり霜をかぶって頭のてっぺんから足の先までそばで見ているものの方がぞくぞく寒気がしてきて思わず「ブルルル」と言いたくなるような素晴らしく結構な寒さの匂いを放っていた。 お母さんとおばさんは早速ボロージャに抱きついてキッスをしたナターリアは彼の足元にかがみ込んでフェルト靴を脱がせ始め妹たちは金切り声をあげたあっちこっちの扉がきしみバタンバタンと音を立てたその中をボロージャのお父さんが直ョッキ姿で手にハサミを持ったまま玄関へかけてきて びっくりしたように叫び出した。昨日からみんな待ってたんだよ。途中変わったことはなかったかい無事だったんだね。どれどれ一つ親子の対面をさせてもらおうか。はてなわしは父親ではないのかいワンワンとひどく体の大きな黒犬のミロールドが。 尻尾で壁や家具をたたきつけながら太い声で吠えたものの2分ばかり辺り一面わーっという喜びの声に包まれたその喜びの嵐が収まるとコロウリョフ家の人々はボロウジャのほかにもう一人襟巻きや頭巾をつけてやはり霜をかぶった少年が玄関にいるのに気がついた 彼は隅の方の大きな狐の街灯が投げかけている影の中に身動きもしないでじっと立っていたのだ。「ボロージャちゃん、こちらのお坊ちゃんはどなた?」とお母さんが小声で尋ねた。「ああ、そうそう」とボロージャはやっと思い出したように言った。これはね、お友達のチェチビーツン君。 2年生なんでうちへお客に来てもらったの「それはそれはよく来てくださった」とお父さんは嬉しそうに言った「すいませんねこんないい格好で」さあどうぞどうぞ「ナタリアチェレピーチェンさん」「名前を間違えて呼ぶのは大変失礼なことである」の街当をお取りして ややれやれ、この犬を追っ払わにゃ全まったく困ったやつだしばらくするとこの騒々しい出迎えを受けてぼっとなったボロージャと友達のチチビーツンは寒さのためにまだ赤い顔をしたまま食卓についてお茶を飲んでいた雪と窓ガラスの霜の花を通して差し込んだ冬の太陽が サモワーレの上でチラチラしそのすがすがしい光がフィンガーボールの中で水浴びをしていた部屋は暖かかった少年たちは凍った体の中で暖かさと寒さが互いに負けまいとしてくすぐり合うのを感じていた「もうじきまたクリスマスだね」とお父さんは濃い茶色のタバコを紙に巻きながら 歌うようよに言った。「この夏お母さんがお前を見送りに行って泣いていたのがつい昨日のような気がするのにもうお前が帰ってきた時の経つのは早いもんだ瞬く間に年を取ってしまうよチービソフさんここでも名前を間違えているどうか遠慮せんでどんどん食べてください何にも お構いはしませんから十一を頭に三人いるボロージャの妹たちカーチャとソーニャとマーシャは食卓に向かっている間中この新しいお友達から目を離さなかったジェチェビーツンは年回りといい背丈といいボロージャとそっくりだったがボロージャのように丸々と太ってもいなければ色白でもなく 痩せて、朝黒く、そばかすだらけの顔をしていた、髪の毛はゴワゴワだし、目は細いし、唇は分厚いし、つまり、ひどく見にくい少年だった。もし中学生の短い上着を着ていなかったら、ちょっと見たところ、料理女の息子と間違われそうなほどだった。難しい顔をしていて、いつも黙り込み。 笑顔を一つ見せない少女たちは彼を見るなりこれはきっと大変利口な勉強のよくできる人に違いないと想像した彼はしょっちゅう何か考えていたそしてあまり夢中になって考え込んでいたので何か聞かれるとはっとして頭を振りもう一度言ってもらいたいと頼むのだったその上少女たちは 陽気でおしゃべりのボロージャまでが今日に限って口数が少なくほとんど笑顔も見せずうちへ帰ってきたことを喜んでいないような様子なのに気がついたお茶を飲んでいる間中彼が妹たちに話しかけたのはたった一回きりでそれもなんだか妙な言葉を口にしただけだった彼はサモワールを指しながらカリフォルニアじゃ お茶のの代わりにジンを飲むのさ、と言ったのであるボロージャも夢中で何か考えていた彼が時々友達のチェチビーズンと三河スメツキから察すると二人の少年は同じことを考えていたらしいお茶が済むとみんなはそろって子供部屋へ引き上げたお父さんと少女たちは机に向かって 少年たちの到着でやりかけになっていた仕事に取り掛かったみんなはいろいろな色紙でクリスマスツリーを飾る花や房を作っていたのだこれは非常に楽しい創造しい仕事だった新しい花が一つ仕上がるたびに少女たちは喜びの叫びをそればかりかまるでその花が 空から降ってでも来たかのように一斉に驚きの叫びをあげたお父さんまでこのお仕事にすっかり夢中になってハサミがよく切れないのでプリプリして時々床へ投げつけたお母さんはひどく心配そうな顔をして子供部屋へ駆け込みこう尋ねた「あたしのハサミを持っていったのは誰なの?」「イワン・ニコラーイチ」 またあなたは私のハサミを持っていらしたのね。やれやれ、ハサミ一つ貸さないんだからな。イワン・ニコラーイチは泣き声でこう答えると、椅子の背に持たれて、ちょっとしょげきったふりをしたが、すぐにまた仕事に夢中になった。これまではボロージャも家へ帰ると、クリスマスツリーの用意をしたり、 御社や牛飼いが雪の山を作るのを見に庭へ走って行ったりしたものだったところがこの時は彼もチェチェビーツンも色とりどりの色紙に見向きもしなければ一度も馬屋に顔を出さないで窓際に腰を下ろすなり何かしきりにひそひそ話をし始めたそれから彼らは地図の本を開いて どこかかかの地図を調べにかかった「まずペルミへ行くんだ」とチチビーツンが小声で言ったそこからチュメーンそれからトムスクそれからそれからカムチャッカそこからはサモエードがボートでベーリング海峡を渡してくれらそうすりゃもうアメリカだ。 アメリカには毛皮の取れる毛だものがたんといるんだぜカルフォルニアはとボロージャが聞いたカルフォルニアはもっと下の方さとにかくアメリカへ行きさえすればカルフォルニアだってもう目と鼻の先だ食べ物なら狩りをしたりかっぱらいをすればいいんだからねチチェチェビーツンは 一日中少女たちを避けて額越しにじろりじろりとみんなを眺めていたが夕方のお茶が済んでから5分ほど彼一人きりで少女たちの中に取り残されたことがあった黙っているのも決まりが悪かったそこで彼は荒々しく咳を一つして右の手のひらで左手をこすり気難しそうに 母ちゃんを見ながら尋ねたメインリードの小説読んだことがあるい,いえ読んだことありません。ねえチェチェビーツンさんあなた馬に乗れるの自分一人の考えにふけっていたチェチェビーツンはこの質問には答えないでただぶっと頬を膨らませ 暑くて暑くてたまらないとでも言うようにため息をついた彼はもう一度母ちゃんの方に目を上げていった「柳生の群れがアメリカの大草原を走ると地面が震えるもんだから野生の馬がびっくりして跳ね回ったりいなないたりするんだよ」チェチビーツンは悲しそうに微笑んで付け加えたそれから インンディアンが汽車を襲う。でも一番手に負えないのは加藤シロアリさシロアリって何アリの一種でねただ羽が生えているひどく刺すんだよねえ君君は僕が誰だか知ってるチェチェビーツンさんでしょ違うんだ僕はねモンチゴも 降参しない土人の酋長の末の妹のマーシャはしばらく彼の顔を見つめていたがそれからとっぷりとくれた窓の方を眺めて考えながら言った「うちじゃチチェビーツマ豆は昨日こしらえたわ」。 チェ,チェビーツンの何が何やらまるでわからない言葉と言いい彼が絶えずボロージャとひそひそ話をしていることと言いいボロージャが遊びもしないでしょっちゅう何か考え込んでいることと言いいこうしたことはみんなひどくなぞめいていて奇妙だったそこで上の2人の娘のカーチャとソーニャは 注意深く少年たちを見守り始めた夜になって少年たちが寝に行くとこの二人の娘は扉に忍び寄って彼らの話を盗み聞きしたああ少女たちは何を知っただろう少年たちはどこかアメリカ辺りへ一走り行って金庫を掘り当てるつもりでいたのだ途中の用意は 何何から何までできていたピストルが1丁ナイフが2つビスケット火を作る拡大鏡コンパスお金が4ルーブルこれが持ち物のすべてである少女たちはまた少年たちが数千里もの道のりをテクテク歩いていかなければならないことや途中虎や野蛮人と戦いそれから 金や造形を手に入れたり、敵を殺したり、海賊の仲間に入ったり、陣を飲んだりしながら、最後には美しい女の人と結婚をして、農場をこしらえたりしなければならないことを知った。ボロージャとチェチェビーツンは話をしながら夢中になって、お互いに相手の話を遮り合った。そしてそんなとき、チェチェビーツンは自分を、モンチゴも、 ヤストレビヌイ・コゴッチと呼びボロージャのことを顔の青い兄弟と呼んだ「あんたよくってママにお話ししちゃだめよ」と一緒に寝に行きながら母ちゃんがソーニャに言った「ボロージャはアメリカから私たちに金や象牙を持って帰ってくるのよ」「あんたがママに話したら」 ボロージャは行けなくなるんだからクリスマスの前々日チェチェビーツンは一日中アジアの地図を調べながら何かしきりに書き込んでいた一方ボロージャは元気のない蜂に刺されたようなむくんだ顔つきで憂鬱そうに部屋の中を行ったり来たりしているばかりで何一つ食べなかった一度など 彼は子供部屋の製造の前に立ち止まって十字を切りこんなことを言いさえした「神様どうぞ罪深い僕をお許しください」「神様僕のかわいそうな不幸せなお母さんをお守りください」夕方になるとボロージャーはしくしく泣き続けた寝に行く時彼は長いこと お父さんやお母さんや妹たちを抱きしめた母ちゃんとソーニャはその訳を知っていたが末っ子のマーシャは何にも本当に何にも知らなかったのでチェチビーツの顔を見て考え込みため息をつきながらこんなことを言った「バーヤが言ったけど精進機には遠藤やチェチビーツ ら豆を食べなければいけないんですってクリスマスの前の日の朝早く母ちゃんとソーニャはそっと寝床から起きて少年たちがアメリカへ逃げ出す様子を覗きに行った二人の少女は扉口へ忍び寄った「じゃあ君は行かないんだね」と チチェチェビーツンがプリプリしながら尋ねたはっきり言えよ行かないんだねだってさボロージャーはしくしく泣いていたどうして僕、行けるだろうママがかわいそうなんだもの顔の青い兄弟、お願いだから一緒に行こうよもともと君は断然行くと言って僕を誘ったんじゃないか それを、いざ出かけるときになって、今さら尻込みするなんて。僕、僕、尻込みなんかしてないよ。ただ、僕、ママがかわいそうなんだ。行くのか、行かないのか、はっきり言えよ。行くよ、ただ、もうちょっと待ってくれよ。僕、うちにいたいんだ。 そんなら僕一人で行く」とチェチェビーツンは言い切った「君なんかいなくたって困るもんか今までにだって僕はトラがりや戦争がしたくてたまらなかったんだそんなら僕のラッパを返してくれ」その時ボロージャが激しく泣き出したので妹たちもこらえきれなくなってしくしく泣き始めた。 たりりはしんと静まり返ったじゃあ君は行かないんだね」とまたチェチェビーツンが訪ねた「行く行くよじゃあ支度しろよ」そう言ってチェチェビーツンはボロージャを解き伏せるためにアメリカを褒めたたえたり虎の真似をして吠えたり犠牲の話をしたり罵ったり象牙は無論ライオンや 虎の毛皮もみんなボロージャにあげると約束したりした。今や少女たちにはこの痩せこけた、浅黒い、髪の毛のゴワゴワしたそばかすだらけの少年が他の人たちの及びもつかない立派な人のように思われた。彼こそは英雄であり物をじしない大胆な人であった。そして彼の吠え方は 扉の外で聞いていると本当にトラかライオンが吠えているのかと思われるほど上手だった自分の寝室へ帰って着替えをしている時母ちゃんは目にいっぱい涙をためていった「はああ私とっても怖いわ」2時にお昼を食べる時までは何事もなく過ぎたが食事の間に 突然少年たちが家にいないことが分かった飯使いの部屋や馬屋や離れの手代のところへ人をやって探したけれどいなかった村へも人をやってみたが見つからなかった次のお茶も少年たち抜きで済ました晩ご飯のテーブルを囲んだ時にはお母さんは心配のあまり泣き続けた 夜になってからもう一度村を探し回り格闘をともして川の方まで繰り出してみた本当に大変な騒ぎだった明くる日巡査がやってきた食堂で何やら書類を作っていたお母さんは泣き通しだったするとやがて車寄せのところに幅の広いそりが止まった 三頭立ての白い馬からは湯気が立ち上った「ボロージャが帰ってきたぞ!」と誰かが表で叫んだ「ボロージャちゃんがお帰りになりましたよ!」と食堂へ駆け込みながらナターリアが叫んだ犬のミロールドまで太い声で「ワンワン!ン」と吠え始めた少年たちは のの宿屋で捕まったのだ彼らは町を歩きながら火薬を売っている店を聞いて回っていたのである。ボロージャは玄関へ足を踏み入れるなり、わっと泣いてお母さんの首ったまえかじりついた。少女たちは体を震わせてこれからどうなることだろうと恐る恐る考えながらお父さんがボロージャと。 チチェチェビーツンを書斎へ連れて入り長いこと話をしているのを聞いていたお母さんも何か言っては泣いていた「よくもこんな大それた真似ができたもんだ」とお父さんは言い聞かせた「万が一学校へ知れたら退学者だぞチェチェビーツンくん恥ずかしいことですぞいかんなあ」 あんたが長本人じゃきっと親御さんからも大目玉を頂戴するだろう。実際よくもこんな真似ができたもんだ。どこで泊まったんだね駅です。とチチビーツンは自慢そうに答えた。それからボロージャは床についた。頭には素で示したタオルが当てられた。 どこかへ電報が打たれてそのあくる日チェチェビーツンの母親だという女の人がやってきて息子を引き取っていったチェチェビーツンは立ち去るとき荒々しい威張り腐った顔をしていたそして少女たちと別れるときにも一言も口をきかなかったただ母ちゃんの手帳を取って記念にこう書いただけである